はい、どうも皆さんこんにちは、エンログです。今日はね、今年2回目の塩でチャレンジです。ちょうど前回何もなかった時から1ヶ月経ちましたね。あるかな。ちょっと不安になってきました。いやー、ちょっと見当たらないけど、降りてみますか。あ、おるあるじゃん。しかもなかなかいいサイズですね。ありました、塩で1本目。あ、ある。周りにもありますね。去年の動画だとね、撮ってるところがほとんど映ってなかったんだよね、手元が。ちょっとカメラワークを大事に撮っていきましょう。まだ目が慣れてないな。あ、でもこんな感じでいいですね。ちょっと付近を一箇所にとどまらないでぐるっと一周して、いっぱい生えてるところを探しましょうか。あるある、こんな感じ。日当たりいい方ならもっと取れるかもな。こっちの方が圧倒的に日当たりがいいから。おお、でけ。そうですね、このサイズでやっとアスパラを名乗っていいんじゃないか。めちゃめちゃ水出てくるな。結構ね、根こそぎ取ってるように見えるかもしれないけど、実はちっちゃいのを相当見逃してます。今年はちょっとタイミング的にこの1回しか来れなさそうなので、いつもだったら来週取りに来ますって言ってる分を今回は取っちゃおう。前はだってこのバケツいっぱいに取ったもんな。おお、太っ。めちゃめちゃ初期の頃にやったあれやろうかな。これなんだろう。食べてみよう。いただきます。うん、甘みがみじんもない木いちご。これあれか、葉っぱ的に博士が言ってた冬いちごだね。こんな味なんだ。甘みはないって言ったけど、あれだな、
いちごの味はするから、砂糖入れてジャムとかにしたら美味しそうですね。麦の線が入ってる。食べてみる。いただきます。うん、確かに甘い。完成しました。塩でのおひたし。今回は醤油と伊予の味噌、四国愛媛県の技能っていう会社の麦を主原料とした麦味噌ですね。関東の方って基本的に味噌といえば大豆の味噌だけど、こっちの方は麦味噌がメインっぽいですね。原材料名の一番最初が大麦になってて、次に食塩、次が大豆。塩より大豆が少ないって相当少ないな。ほぼ無理じゃん。かなり甘めの味噌で美味しい味見しちゃいましたけど、いただきます。今年も結構いい太さの塩出がありましたね。あ、落ちちゃった。いただきます。うん、うまっ。アスパラよりうまいよ。アスパラの青臭さが野草なのにアスパラよりも少ない。あと茎が結構皮が硬いから、多分茹ですぎたり焼いてもこうぐちゃぐちゃにならない。アスパラってなんとなくちょっとぐちゃってなるのが嫌だっていう人多いと思うんですけど、先端のね、花の集合体も美味しいんですよ、柔らかくて。うん、麦味噌美味しいな。主原料がこんなに違うのに似たような、いい意味で似たような味には、味噌にはなるんですね。なんかもう主原料が大豆から麦に変わったら全然味噌じゃない食べ物が出来上がる気がしてたけど、かたや豆だからいっぱいあるんで、夕飯でも食べていこうと思います。